はい、どうも皆さん、こんにちは、おいけんです。今回ね、課金について話そうかなと。まあ、課金って言ってもお金かけるとかじゃなくて、最近ね、魔王フェイスやってるんで、魔王フェイスに関しては、結構ね、あれがお得と。結構課金するのに割かしいと。普段のね、S 以上が 3% なのか 6% ぐらいまで倍ぐらいあるんで、あと魔王が来るっていうことで、半年に1回ぐらいの魔王フェイスなんですけど、結構ね、課金する人が私のね、周りにも、増えたっていうことで、それもあってね、今回ね、割と、iTunes カード安く買う方法をね、紹介したいと思います。普通に iPhone アプリでね、この割引チェッカーっていうのがあるんで、現在のキャンペーンっていうので、現在の最低パーセンテージが 9.1%。まあ、これがね、まあ、ここで買うのが、まあ、結構無難かなって言われてますね。まあ、いろいろね、一番手っ取り早いのが、自分でね、なんかネットで稼ぎながら iTunes カードに変えるっていうのが一番いいんですけど、やっぱね、そうなるとね、その技術っていうか、まあ別、稼ぐとまた別なんで、今回消費の話をすると、まあ、一番パーセンテージ割合がね、大きいのが今のとこ 9.1%。で、先週はね、ソフトバンク優勝キャンペーンやってて、それだとね、そこでね、マオフェス始まったとこなんで、それで買った人もね、何人かいらっしゃるみたいなんですけどね、これキャッシュバックですね。1万円分買えば1000円、後で、iTunes カードポイントきますよっていうキャンペーンなんですけど、これが結構まあお得かな、今んとこ。僕はね、もう直接普通に買うんで、こう、ヨドバシがちょっと近くないんでね、田舎なんで、ヨドバシないのと、ビッグカメラないのと、ソフマップ小島がないんで、普通にね、カードでチャッと買って終わりなんですけど、まあまあ、それがね、ちょっともったいない、せっかくなんでお得に買いたいなっていう人はね、これですね。で、まあ、ちなみにね、過去のキャンペーン見ると、先週ぐらいにソフトバンクの優勝キャンペーンやってるんで、それがね、一番お得だったかな。このソフトバンクのオンラインショップ。これはね、田舎でも行けるんで、オンラインショップで買うと 9.9%、10% ぐらいですね。で、やってましたね。あとはね、いろいろキャンペーンやってるんで、これで、設定しながらね、アプリの通知設定ってあるんで、私はね、最大割引 13% の、あとはコンビニ払いとか全部チェック入れてね。で、これで通知来るようにはしてるんですけど、多分これ Android 版もね、多分あると思いますんで、よかったらね、Android 版のアプリチェックすればあるかもしれませんね。ということで、現在の割引キャンペーン、ヨドバシにね、申し込みしてみました。ヨドバシはね、近くないんでね、まあ、どういう流れかというと、まあ、このね、ポチッと押すとね、こんな感じでヨドバシカメラの公式ページみたいなとこ行って、で、ここから応募するんですけど、で、ここポチッと30秒で応募完了ってことで、ここね、押して、押すとね、カラーメール送る感じになります。カラーメール送って、で、メールが来るんで、で、それでメアドのしっかり登録ができましたってことで、その後ね、この上から応募すると。で、応募する前に、そもそもヨドバシで買わないといけないですよね。オンライン、サービスではないんで、普通にショップで、1万円分買うと。で、家持って帰って、その裏のね、バーコードかなんか見ながら、このコードを入力すると。するとね、1000円がキャッシュバックされます。で、ここに書いてあるのが、9月の17から20日までは1回目。で、2回目がね、今日は21日かな。はい。なので、10月2日にね、まあ、ポイントもらえると。なんで、マオフェス大体まあ、ね、何年ガチャやるか分かんないですけどね。まあ、そんな感じで、これがね、割と、評判いいっていうかね。ここで探すとね、割合いいのかなっていう感じしますね。はい、では次はね、普通に、ヤフオクで買うパターン。まあ、こっちのが、おすすめかな。慣れてる人はこっち。ヤフオク普段使ってたり、出品したりね。平気でできる人は、購入するのは簡単なんでね。あと、通知の番号もらうだけなんで、ヤフオクが結構おすすめです。2つあるんですけど、iTunes カードと Google Play あるんですけど、パーセンテージがいいのが、断然に、iTunes カード。Google Play 高いですね。普通高いというか、1万円が9500円で買えますとか、500円分ぐらいしか、パーセンテージはね、5% とか 10% 以下なんで、あんまり美味しくないですけど、ヤフオクの iTunes カードに関しては、結構パーセンテージが、10% を超えたり、まあ 10% は確実にいくし、しかも、速金じゃないですか、これ。1万円、分が、即日にゲットできるわけなんで、結構お得なんですよね。先ほど紹介した、ヨドバシとかのやつは1万円払って、1週間後ぐらいに届くっていうか、通知されるんですけど、もうこっちの方が早いんでね、僕はこっちで慣れてますんでね。まあ、こっちでやろうかなっていう感じですね。
まあ今まではクレカとかね、平気でやってたんですけど、まあよくよく考えたらね、今回考えてみたらやっぱり1000円分ぐらい浮くんでね、3回分ぐらいガチャ回せるんで、まあ一巡で買った方がいいのかなっていう感じしますけどね。まあ誰得だよっていうか感じですもんね、クレカで買うのはね。まあポイントクレジットつくにしても、まあ、ビビたるもんなんでね、それより現金でやった方がいいんで。まあ、iTunes カードね、こう見るとね、まあ、10% はザラですね。ね。10% ザラ。で、まあまあ、普通に人気のやつが 10% とか、さっきね、8800円とかあったんですよね。もうないかな。これを価格順とかにすればね、普通に今、一番最安の即決のやつが見れる。まあ、ぶっちゃけ即決を買ってね、オークションですけど即決買ってやれば、即日現金割引ができるんで、普段ヤフオク使ってる人とかね、ヤフオク確か5000円以上の入札に関しては月額課金が必要になると思うんで、まあその辺でね、慣れてる人はこっちの方が一番安いかなと。まあこういうのも入るのもいいし、まあ普段からね、アマゾンギフトとか僕はね、ヤフオクで買ったり、あとはヤフオクの出品者、やってるホームページとかで買ったりとかね。安く買う手段っていうのを何個かルートを得てね。いるんで、iTunes カードに関してはね、調べたことなかったんで、まあ、ヤフオクかな。まあ、ヤフオクで出品者に情報を聞いたり、ね、大きくやってるんだったら聞いたりとかいう風にしていこうかなっていう感じですね。はい、というわけで今回ね、まあまあいろいろ見てきましたけどね。はい、じゃあ、まあまあ一般的には、まあ普通にショップで買って、そのキャンペーンみたいなのが、アプリの方ね。で、それでまた別で個人とね、取引可能であれば、ヤフオクはおすすめなのかなと。はい、じゃあ話戻しますね。はーい。はい、ではね、今回は魔王フェスも絡めてね、iTunes カードを安く買う、安く買う情報の紹介でした。まあ、私はね、やっぱ、まあ、基本オンラインで、買えるやつ以外はね、ソフトバンクとか、まあ、こうやって通知しとけばね、まあ、普段から安い時に買っといて、で、魔王フェスの時にドッと使うと、いうのが一番いいかなと思いますけどね。タイミングよく、マンオフェスそろそろ来るなっていう前後にね、注目して、その辺狙えば面白いかなと思いますね。はい、じゃあ今回は割引チェックのお話でした。はい、失礼します。またまた。参考になった人でよかったらいいねお願いしますね。はい、失礼します。